ユニオンの実会の敵対でございます。私は今ユニオンの特別執行委員で、相談とかなかなか仕事の関係でいけないんですけども、いつも応援しなきゃいけないなと思いながら、筑豊の方でですね、10月の18日に、定期大会がありまして、そちらの方で横井議長の方が10年ぐらい筑豊の方もいろいろ背負いながら、ユニオンをもちろんその中で2003年に立ち上げまして、その時にこんなに大きな運になるのかなっていうことは全くわからない、運の元も分からない状態で、ずっと見ながら、いろんな老人からの合同相談とか、地域に持ってこられて、その中でいろいろ対応してる、それで説明も筑豊の中でして、そして断交に行きながら、その一人の人がまたその会社に要求したものが、今まで全然もう本当の営業の組合とかあったりとか、自分で物が言えなかったのが言える、それに感動っていうか同調した人が組合を作る、でその組合を作ったものがまた上部を紹介したり筑豊に加盟してくると、まさしくやはり本当にネットワーク式に、このユニオンの運動というのが、先ほど山下さんの言葉を変えれば中島みゆきの時代は回るではないですけども、そういう点では冷たいですよ。でも、そういうところでは筑豊の昔でしたら建設とか今本当に一番力を発揮してもらって、いろんな運動の大きな私たちの状態になってるんですけども、昔の30年40年前の筑豊でしたら、今の労組数の38ぐらいは全部中小だったんですね。中小だったんです。そういう点ではその今 の, あのユニオンの元にしながら、また新たなたくさんのやっぱり組合の中に入ってきて、それで本当の春闘とかいろんな部分も含めてですね、というのは一つの小さなものが大きなものになってくる、大きな力でみんなが本当に、生活っていうか住みやすいというか、社会的にも本当にいい環境になる大きな部分ではそういうふうになるんじゃないかなということで、私は思ってます。それで、私は出身は自動車学校なんですけども、この前の月曜日に、ある自動車学校ではやっぱり天童院で今ちょっと葬儀をしてるんですけど、管理者、警察からの天下りなんですけど、退職強要をされて、それで指導員が、セクハラされたっていう、女性の指導員、男性の指導員なんですけど、されたよっていうのを言って、その人には全くなんか合わせないし、何にも出てこないのに、そのリッチ上げて、戦って、でもそれもやっぱり組合があるから、やっぱりそこで、頑張って、その人に血も愛したり、承認尋問で自殺しようと思ってたっていうことを言ってましたけど、組合の方で、ちょっと頑張れよと。いう一言で家に来てくれたために、そこでちょっと立ち上がって、体が良くなって今裁判で、戦っている、そういう本当に数の力っていうのが一人もユニオンから、だんだんにそういうふうになって、気持ちとか力もまた大きくなっているっていうのも、私はちょっとそういうところでも、実感して皆さんのその力とか本当の人間のつながりみたいなものが、この地域では本当に感動をするというか頑張ってるなっていうのを愛して、もう常にやっぱりそういう自分もそれのと右になられて、何かできることないかなっていうことをもっともっと頑張らなきゃいけないなというふうに考えておりますので、決意も含めて今日の、ありがとうございますの挨拶にしたいと思います。共に頑張りましょう。